はい、こんにちは、レトスの野です。3月2日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。毎日短い時間でも継続して勉強していますでしょうか？勉強において、コツコツ型と短期集中型に分かれるように思いますが、あなたはどちらでしょうか？これまで数多くの受講者様を見てきて、勉強に慣れていない方の場合、短期集中で合格することはなかなか難しいと思います。その原因は、勉強の仕方が確立されていないため、間違った勉強法で勉強を続けるからです。一方、コツコツと毎日積み重ねていく方の場合、勉強しながら間違った勉強法から正しい勉強法に移行する機会が増えるんですね。そのため、正しい勉強法に変えた方っていうのは、知識も定着しやすくなりますし、その結果、本試験で高得点が取れます。同じ勉強をするなら、得点につながる勉強をした方がいいですよね。そのためにも、コツコツ型に変えて、日々勉強の仕方に目を向けて、実力がつく勉強法かを確認していきましょう。忙しい一日の中に勉強時間を組み込むのは大変かもしれませんが、それをしないと合格できません。早いうちに勉強すると決めて、正しい勉強法で勉強していきましょう。日常に流されて後悔する人生を送ることのないように。正しい勉強法の第一歩として、実力を上げる問題の解き方。この動画を最後にご紹介させていただきます。それではまず3問に入っていきます。権利に関する登記の申請をするときは、申請人またはその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくても良いので、郵送により登記申請をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。登記の申請方法っていうのは、登記所、登記所っていうのは法務局なんですけども、この登記所に足を運ばなくても郵送やオンラインで申請することができます。よって答えは丸になるということですね。もちろん添付書類も合わせて送る必要はあります。そして登記事項証明書、いわゆる登本と呼ばれるものは、不動産の所在地だったりとか、地籍などの物理的な内容、また、不動産に付着している、ついている権利、抵当権とかそういったものですね。そういった内容を一般に知ってもらうためのものなので、誰でも請求できます。この点も合わせて頭に入れておきましょう。で、問いですね。法人の役員のうち、傷害の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる、丸か×かという問題です。で、これ答えは、丸ですね。法人の役員または政令使用人が刑法の傷害罪により罰金刑に処せられた。この場合、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過したら免許を受けることができるんですね。これは基本中の基本です。なので絶対解けるようにしておきましょう。意外とね、この刑の執行終わりとか、刑の執行を受けることがなくなった日、これ理解してない方がいるんですけども、これについても個別指導で解説いたします。で、問い3ですね。注視区域に所在する土地において、届け出が必要な土地売買等の契約を締結しようとする場合、その届け出をした日から起算して、6週間を経過する日までの間は、その届け出にかかる土地売買等の契約を締結してはならない、丸か×かという問題ですね。答えは丸です。で、これも意外と覚えていない方、多いんではないでしょうか。ただですね、これ基本的な内容なんで、絶対覚えてください。監視区域、注視区域に所在する土地の売買契約を締結する場合の流れっていうのは、届け出をして6週間待って、その後契約できる。これが原則なんですね。ただ、例外として、この6週間待たずに契約できる場合ってあるんですよ。それは、届け出した後に、勧告、もしくは不勧告の通知を受けた場合、この場合っていうのは6週間の期間待たずに売買契約を締結することができます。きっちりね、原則と例外を頭に入れておきましょう。そして、はじめにもお伝えをした実力を上げる問題の解き方については、こちらの動画をぜひご覧ください。またチャンネル登録まだしていない方は、こちらのボタンクリックしていただいて、チャンネル登録もお願いします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。